でしょ、うん、でお父さんもさ、一生懸命さ取ってきてあげたりさ、それから飲み取ったりしてあげるでしょう、ね、でもね、鶴も親鳥はね、そんな風に子供可愛がらないんだよ。子供が嫌いだから。子供が嫌いな親の子どこにいるか、どこにいるか、どこにいるか。あのね、鶴の親鳥は、はい、いってらっしゃい。なんだなんだなんだ、え、なんだ、それぞれじゃないかよ。鶴のお父さんはね、子供から50メートルぐらい離れたところでしょんこをしてるの。でも本当はちゃんと見てるのよ。その証拠に、もしキツネでも近づいてきたら、お父さん鶴は叫び声を上げて子供のそばに走り寄って一緒に空高く飛んでってしまうの。鶴の親子の間にはね、目には見えない50メートルぐらいの糸がピーンと張られてるわけ。わかる？うん。鶴のお父さんは子供が少し大きくなると追いかけ回してくちばしでつっついてわざといじめるの。どうしてだかわかる？そうすると子供はお父さん鶴のことが嫌いになって、甘ったれた気持ちがなくなって一人で生きていこうという独立心が出てくるでしょう。それから一月ぐらいすると子供の鶴は大嫌いなお父さん鶴と別れて平気な顔をして遠くへ飛んでっちゃうの。一羽きりで。それをお父さん鶴は